ハードがいいって昔は言ってたんです。ところがね、ソフトレンズの素材がどんどん良くなってたんですよ。ハードとソフトってこんなに違うんですね。うん、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。坂本です。よろしくお願いします。コンタクトレンズっていろんな種類があるじゃないですか。はいね、で、どんな種類のねコンタクトレンズがいいのかとか悪いのかとかね、あるいは自分にはどんなコンタクトレンズが合ってるのかとか、まあそんなことってわからないことが多いと思うんですよ。でね、今日はねそのコンタクトレンズについていろいろ説明しますから、まあ最後まで聞いてくれるとね、どういうのがいいのかなっていうのが大体わかると思うんですね。はい、うん、ソフトとハードってよく聞くじゃないですか。ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズ、結局これ何が違うんですか？何が違うと思います？いやわかんないです。いや簡単ですよ。ハードコンタクトは硬いの。はい、ソフトレンズは柔らかいの。いやいや、そんな分かってますよ。名前がハードとソフト、それは分かってます。 それ以外で絶対こうあるじゃないですか。昔はハードレンズしかなかったんですよ。要するにこのね眼鏡をこういう枠じゃなくて目にひっつけた状態で接触してるっていうのはコンタクトっていう意味でしょ。だからコンタクトレンズっていうのは接触してるレンズのことですよ。あ、そういう意味だったんだ。そうだよ。知らなかっただからこれをねそのままこうつけようと思ったら当然ハードレンズじゃないですか。そうですね。だからガラスみたいなものから始まったんですよこれは。へえ。薄くして薄くしてつけてたわけですよ。だけどね痛いの。そりゃそうですよね。ガラスくっつけたら痛いですよね。でいろいろやってるうちにいろんなことがだんだん分かってきてね、ガラスからプラスチックに変わり、まあプラスチックつってまあいろいろあるんですけどね、まず硬さの次に大きく違うのは大きさですね。うん、ハードレンズっていうのは結局ね茶目があって、この黒い瞳があってね、瞳のところしか光は入ってこないわけじゃないですか。だからね夜例えば暗くなってもねある程度の大きさにしかならないんですよ。そうするとねそこにコンタクトレンズがあればまあ見えるわけですね。なるべくその異物感を小さくして軽いものにしてってなるとねハードレンズだんだんちっちゃくなってたわけです。それでこう目にくっついてねいるわけですけど、瞬きするためにレンズが動くわけですね。で動くたびに涙が入れ替わって、その涙っていうのはちゃんと表面になきゃいけないものだから、コンタクトレンズがあって涙が流れが悪いとね目に障害が起こってくるわけです。涙から酸素ももらってるし、それから栄養ももらってるからね、そうなってくるとねよく動いた方がいいけど中心に安定してた方がいいってね、見え方としては。でまあそうやってだんだんハードレンズは良くなっていったんですね。ただね、まあ、やっぱり異物感が強いし、ふとした拍子に外れて飛んでっちゃったりとかね、よく昔はプールサイドとかねそういうところでねハードレンズ落ちた探してみんなみたいなね。でもなんかそういう光景よくイメージありますよね。で一枚一枚が高いからなくしたら一大事なわけですよ。そうやってね、まあ、こうハードレンズしてたんです。異物感が強いから柔らかいものがあったらいいですよねって話になって、でソフトレンズができてきたんですよ。でねソフトレンズの場合はある程度の大きさがあってそこにピタッとくっついてないとやっぱ外れちゃうしね、ハードより全然大きいんですね。茶目よりも大きい、白目にかかるぐらいの大きさのものが多いんですね。だいたい 14. 何ミリとかね。昔はねハードとソフトがどっちがいいですかって言ったら、まあ、圧倒的にハードだったんですね。いろんな意味でそうなんですよ。なぜかっていうとね、まあ、一番の理由はねソフトレンズの材質が酸素をあまり通さなかったんです。でこの酸素を通す性質を酸素透過性っていうんですけども、ハードレンズはね非常に良かったんですよ。改良されてますます良くなっていったから、ハードレンズつけてね普通に過ごしている場合酸素不足になるってことはなかったんですね。だから酸素透過性に関連した目の障害っていうのは起こらないから、それからね見え方がシャープなんです、ハードの方がね。特に昔のねソフトレンズっていうのはねなんかねこう金魚鉢のね向こう側をこうやって見てるような感じでね見え方は悪かったですよ。だからハードの方がシャープに見えるし、それからねどんなに軽くなってもね硬いからね目に傷ができちゃったとかいう場合に自分でねあ痛いって思うわけですね。でソフトはねそういうのがないんですよ。あんまり痛くならないっていうね、まあいい点でもあるし悪い点でもあるし、ハードは痛くなるっていうのが、例えばハードした時に目にゴミが入るとそう痛いんですよね。だから一回取ったりしなきゃならないですね。まあそういうことがあるから、まあ、ハードの弱点でもあるし、逆に言うとねなんか目にあった時には状態が悪いってことがすぐ自分でわかるから、まあ外すきっかけがちゃんとあるわけですよ。でソフトレンズはそれがないんですね。だから酸素透過性が悪くて表面がザラザラになったりする危険があって、って汚れがつきやすいんで、そのついた汚れに対するアレルギーでアレルギー性結膜炎を起こしてね、痒くなったり目やりが出たり腫れたり流血したりいろいろしたんですよ。だからそれが良くないっていうことでね、圧倒的にハードレンズ進めたんですね。それからね、昔はね、例えば2年ぐらい使えますよみたいなソフトレンズがあったわけですよ。コンベンショナルタイプって言ってね、僕らいつもコンベって呼んでたんですけどね、コンタクトレンズの走りの時っていうのはそもそも作るのが難しかったから値段も高かったわけですね。だから繰り返し使うのが前提になったんですよ。でその頃はね、よく汚れを落とした上に煮沸消毒っつってね、専用のケースをそのまま別の機械に入れてね、で電源つないでスイッチ入れるとですね、温度が上がって悪いばい菌とかを殺してくれるってね、そういう煮沸消毒までしなきゃならなかったですね。洗浄と消毒っていうね、その2つのプロセスを毎日外した後やんなきゃならなかったんですよ。面倒ですね。めちゃくちゃ面倒だったね。それで使い捨てっていうのが出てきて、例えば2週間ぐらいで捨てましょうみたいになってね、でもう安全だから毎日捨てましょうになってきたわけですよ。特にね、煮沸消毒とかってちゃんとやらないとですね、コンタクトレンズについたばい菌が目につくと病原菌の種類によっては大変なことになるからね、そういう危険があったからハードがいいって昔は言ってたんです、ね、圧倒的にハードがいい。20年ぐらい前までそうだったかなと思うんですけどね、ところがね、ソフトレンズの素材がどんどん良くなってたんですよ。でやっぱりつけ心地がね、常用感が全然いいから、僕もねハードレンズ初めて入れてみた時ね、こんなもん目に入れるのかと思うぐらいね、異物感強かったですよね。でも慣れちゃうんですよ。だからできるんですけどね。でもソフトレンズの方がやっぱ常用感いいから、ソフトレンズがだんだん主流になってきてね、ハードレンズの数が少なくなってきたものの、やっぱりソフトレンズはソフトレンズでいろいろ問題があったんですね。でね、材質がだんだん最近変わってきたんですよ。また昔はそのね、HEMA っていうんですけどね、 HEMA って書く、材料の名前の略語なんですけど、 HEMA っていう材料を使ってた時はね、やっぱ酸素透過性がそもそも悪いし汚れがつきやすかったんですね。それがね、シリコンハイドロゲルっていうのが出てきてからはかなり良くなったんです。特徴だけ言うとね、シリコンっていうのはね、シリコンオイルっていうぐらいだから油なんですね。油性のものなんですよ。水を弾くもの、例えばこういうところをやる防水スプレーあるじゃないですか、あれシリコンなんですよね。でああいうね、水を弾くようなものがシリコンなんですけど、水弾いちゃうと目になじまないでしょ。だからシリコンの中にいろんなものを埋め込んでですね、ハイドロっていうのは水っていう意味です。だからシリコンに水をなじませたようなゲル状のものっていうことなんですけど、そのシリコンハイドロゲルっていうのができてからはね、非常に酸素透過性がいいんですよ。で今やハードレンズよりも酸素透過性が良くなっちゃうんですね。だから酸素透過性っていう意味では全然そのソフトレンズ安全になったんですね。性質上ね、水を弾くから汚れも弾くんですね。だから汚れもつきにくいんですよ。だからそういう意味でね、酸素透過性良くなったし汚れもつきにくくなったし、ハードを上回る性能になってきたんで、ハードはね非常に使われなくなってきたんですよ。だから今ね、外来でハードレンズをしてますっていう患者さんは非常に少ないですよね。っていうのがね、今の現状ですよ。なるほど、ハードとソフトの違いっていうんですか、結構いっぱいありましたけど、いやそこが違うんだなって思いました。要するにハードは硬いの。そうですね。ソフトは柔らかい。簡単に言っちゃえばそうっていう。なるほどなるほど。そういうことです。はい。じゃあハードレンズってもう使われないんですかって話ですけど。そうですね。昔からやってて慣れてるからっていう人はね、それも多いんですよ。ハード使ってる方の中には。だからね、ハードでないとダメな人っていうのがいるんですよ。実は。でどういう人かっていうとね、乱視の強い人です。乱視、度数でいうと 2.0 とかね、1.75 とかってなってくると乱視が強くなってるんですね。ソフトレンズも乱視の入りのっていうのもあるんですよ。ハードレンズの場合は乱視用のハードっていうのはいらないんですね。ないの。乱視用のソフトはあるのに、乱視用のハードないんですか？なんで？どうしてだと思います？硬いから？そう、硬いから。硬いからなんですか？いやめっちゃ今ボケたつもりだった。硬いからなんですよ。どういうことですか？つまりね、ソフトレンズはそのまま貼り付いてるだけだからレンズに入れた度数しか変わらないんですけど、ハードの場合はね、丸いお皿みたいなものが角膜乗るわけじゃないですか、そうするとラグビーボールの上にお皿を乗っけると、こっちのカーブがきついとすればね、こっちのカーブのところがこう緩くなるでしょ。パカパカしますよね。そうするとね、そこに涙が入り込んでレンズに役割しちゃうんですよ。うん、そうするとね、ここにもねレンズがあるような形になるから乱視がかなり中和されちゃうんですね。へー、うん、ハートレンズの見え方がいい一つの理由は乱視がほとんど消えちゃうからなんですよ。うん、だから乱視の強い人でね、乱視のソフトよりハードの見え方の方がいいっていう人はハードを使う場合があるんですね。でね、病的な乱視っていうのがあって、微妙なピント調節はこの水晶体がやってるんですけど、目に入ってくる光のうちね、曲げられる 70% はこの角膜で曲げられるんですね。つまり角膜で7割、ここで3割でここに焦点が結ぶようになってるんですよ。ここがすごく影響があるわけですよね。極端に言うとこうなってくる病的な人がいるんですよ。で、とんがってくるんでね、円錐形になってくるよね。あ、なんかとんがりコーンみたいな。そうだから円錐角膜って言うんですよ、そういうの。へえ。そうするとね、すごく近視が強くなったりとか、縦のカーブばっかりきつくなってくるとものすごい乱視なんですね。はい、そうですね。うん、さっき言ったマイナス 2D とかの2倍3倍ぐらいのね、すごい乱視になってくることがあるんですよ。で、そういう場合はね、本当に乱視入りのソフトっていうのの製造の限界を超えちゃうんで、もうそういう乱視入りのソフトレンズってないんですよね。うん、そうなってくるとね、もう選択肢がハードしかなくなっちゃうんですよ。でね、メガネでやろうとすると、メガネがすごい縦と横とカーブが違うでしょ。メガネっていうのは目とレンズとの距離があるから、その分ね、レンズの縦横の違いがすごく出ちゃうから、物が歪んで見えちゃうんですね。潰れて見えるっていうかね、そうなっちゃうとかけにくいんですよ。なんかクラ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 するんですね。乱視の強いメガネっていうのはなかなかかけにくいから、まあ、子供はね結構慣れてくれる場合もありますけど、大人になってから無理だから、まあ、そういう場合コンタクトレンズがいいねっていうことなんですね、メガネよりはね。乱視の強い方は昼間ね、はっきり見えなきゃ困るなっていう時間帯はね、ハードレンズ使うっていう風にして、でお家帰ったらね、ずっとつけっぱなしだと目に良くないから、多少見えないのをちょっと妥協してね、メガネにしてもらうっていうのが一番安全な使い方ですね。うん、でね、極端なラグビーボール型のね角膜の上にハードレンズを乗せるとね、特定の場所だけがねハードレンズに当たるようになっちゃうんですよね。カーブが緩い、ここの時計でいうと3時と9時、ここがすごくよく当たるようになって、ここがいつも充血してるような人がねやっぱりいるんですよ。うん、それからね、本当に円錐型でこうなっちゃってる人は真ん中ばっかり当たるんですよね。そうすると真ん中ばっかり擦れるからね、そこがだんだんちょっと薄くなったり濁ってきたりすることなんですよ、角膜がね。そうするとね、今度は乱視の問題だけじゃなくて角膜自体が濁ってくるとね、これはちょっと大変なんですよ。うん、だからまあね、円錐角膜の人はいろいろ苦労しますね。そんな珍しい病気じゃないですよ。まあ病気って言えるかどうかもわかんないですけどね、とにかく白く濁ってくるぐらいになったらそれはもちろん病気だし、とんがってねどんどん薄くなってくるようだったらそれは病気なんですけど、乱視が非常に強いね、マイナス 4D ぐらいの縦と横の差が出てくるとね、乱視強いですねって話になるけど、病気とはちょっとまだ言えないし、それからそこのぐらいの乱視でも止まってしまえばね、まあそれで乱視強いだけで済んじゃうんですけど、まあそこから先もどんどん乱視が増えていくようなね、進行性の場合はこれ病気って考えるんですよね。ただ病気って考えてもね、治療法がないんですよ。それと食い止める方法ないからね。うん、なぜかわかんないんですけど、その角膜の中にあるねコラーゲンっていう繊維がたくさんあるんですけど、そのコラーゲンを溶かすコラーゲナーゼって酵素があるんですけどね、まあ、それが異常に働いてしまってね、コラーゲン壊すからそうなるなっていう考えがあってね、円錐角膜の場合は角膜が前に伸びていっちゃうでしょ。うん、でそういうのはね、やっぱり若い人に起こるんですよね、なぜか。へー、うん、若いっていうのは僕は起こりますか？起こるっていうかね、もう起こるとすればすでに起こってると思いますね。止まっているか、本当に病気だったらまだまだ進むかもしれないっていう感じです。あ、じゃあ僕よりもっと若い人たちのから始まってるはずですね。あ、なるほどなるほど。うん、まあそういうことがあってね、ハードレンズじゃないと対応できない目っていうのは要するにね、今言ったように乱視の強い人ですねはハードレンズじゃないと見え方が良くないから、まあハードレンズの方が見え方はいいですよっていうことですね。はあ、なるほど、わかりました。うん、どうですか、ハードレンズとソフトレンズの違い。ハードとソフトってこんなに違うんですね。うん、要するに硬い柔らかいだけじゃないんですね。皆さんはね、乱視が強いとかそういう事情がなければソフトレンズでいいかなと思います。そういう感いいしね。あとはですね、毎日捨てる一番安全なワンデーを使ってくれるのが私たちとしては一番この安心してられます。うん、はい、シリコンハイドロゲルのワンデータイプが一番いいかなと思いますね。で、まあ各社いろいろ出てるし、乱視用とかね、遠近両用とかいろんなのありますから、かなりねもう対応できると思います。はい、ね、ありがとうございます。はい。どうですか、今日のコンタクトレンズについてね、どんなコンタクトレンズがいいのかなとか、私に合ってるかなっていうのは分かっていただけましたか？はい、役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いしますね。お願いします。はい、それからベルマークをしてくれると動画がアップされるとお知らせがいきます。はい、はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。はい、それじゃあまたね。